たいと思います。はい、はーちゃんへお誕生日おめでとう。チーム4キャプテンの村山優里です。今回生誕祭のお手紙をお願いされた時はびっくりしました。なぜなら今日は10月13日、はーちゃんのお誕生日は2月28日。私は8ヶ月過ぎた19歳の誕生日をお祝いしてるんだよね。脳みそが一瞬混乱したけど、それでもお手紙を書けることへの嬉しさは変わらないので、気持ちを込めて書かせていただきます。今こうしてはーちゃんとの距離が縮まったのも、はーちゃんの魅力に気づけたのも、やっぱりプロデュース公演がきっかけだったかなって思います。プロデュース公演のリハーサル期間、はーちゃんが学校の都合で途中からレッスンに参加になっちゃった時に、振りも立ち位置も覚えてきてくれて、周りとの遅れを一切見せなかったその姿に感動したのを覚えています。学業との両立って本当に大変なことだと思うし、限られた時間の中で睡眠を削ったり合間を縫って練習したりってことを研究生の頃からもうすでにやってたのに、勉強が苦手な私からすると、大学という道に進んで勉強を頑張りたいというはーちゃんは私の中ですごすぎてもう分かりません。まだ昔も今も変わらず、自分がやりたいことを言うだけでなく行動に示してくれるところがかっこよくて尊敬してます。だからこれからも自分の夢とかやりたいことは理想では終わらせずに、時間をかけてでも叶えてほしいなって思うし、はーちゃんなら叶えられるんだろうなって思うと、これからはーちゃんがどんな人生を歩むのか楽しみです。ただ頑張りすぎてキャパオーバーにならないかだけ心配なので、勉強以外のことなら何でも相談聞くので、いつでも気軽に連絡してね。残り4ヶ月の19歳が充実した日々になりますように。村山優里より。